はい、レオンチャンネルです。ウルトラマンブレイザーの一通りのおもちゃ情報を確認しましたので、こちらも解禁されたブレイザーブレス24の秘密第1回を確認しましょう。というか今日バーマリに動画もアップされてて、バーサライターの発光部分の動き確認しましたけど、今あんな風に表現できるんだっていう、ビジョンドライバーの多数 LED と何ら遜色ないアニメーションバンバンしてて、ここに来て変身アイテムはバーサライターが正解なんじゃないかみたいな流れになってる気がする。そんなわけで読んでいくと、ウルトラマンブレイザー過去に類を見ない個性的なデザイン、これまでと明らかに雰囲気の違う演出。そうっすね、いつもの明るくフレッシュなニュージェネの雰囲気ないもんね。なんだかギュンギュン光ってる変身アイテム、やたらかっこいい怪獣型ロボットなど、気になる情報が多すぎて疑問を抜かれた方も大勢いらっしゃると思いますが、そんなたくさんの魅力が詰まった作品を玩具からも最大限に盛り上げるべく、本日情報解禁となったアイテムの紹介を通してバンダイの本気を感じていただきたいと思います。7つのフルカラー LED とモーターを内蔵し、そう、これ7つなんだ。1、2、3、4、5、6、7、バンマリのね、あのブレザーブレスの起動画面にびっくりした。あんまモーター駆動もなさそうだったしね。あとね、こっちにもう一個スロットがあるんじゃないのっていう風に僕言ってましたけど、なかったね。普通に壁だった。だからあくまでストーンっていうか、メダルはここ1枚のみで、でここがメダル脱着ボタンで、こっちにトリガーと光の回転軌道で変身アニメーションを描きます。でブレザーストーンシリーズ、コメント欄に閉じるギアっぽいっすねって書いてあって言われてみれば閉じるギア感あるなと。で究極の稼働&サウンド発光で、ロボット玩具の限界突破に挑むアースガロン。今でもロボット玩具はあれが、あのドン鬼退治がいますから、あそこが今僕はデラックスロボット玩具の限界突破の頂点と思ってる。とはいえこれ単体で光るなるなんだもんね。いずれも新たなプレイバリューの創出を念頭に、つぶらやプロダクション様やウルトラマンブレザーのメイン監督を担当される田口監督とも意見を交わしながら開発した商品です。かなり田口監督の本当に意向が組まれてるってことなんですよね。私個人としても以前に担当したトリガーを超える驚きを生み出すべく、トリガーを担当してたんですね。あの神玩具ありがとうございます。これまでの経験を総動員して向き合った思い出の強いアイテムなので、とにかく一人でも多くの方に手を取っていただきたいです。ということで、真っ先にご紹介したいアイテムは電光変身デラックスブレザーブレス。この辺もさ、サンプル画像で見るより動画とかで見た方がクリスタルのね表現とかがすごい綺麗だった。そしてブレザー24の秘密というのは、ブレザーの変身クリエイター、変身後音声、ブレザーのアニメーション、一発変形、オーロラ成形色、これか、オーロラ成形色でちょっと変わってる風に見えたのか、超音波接着、バーサライター振動、ブラックビジョン、Z ストーン、発光パターン数、キャストボイス限界突破、音声データ量、重塗装、レジェンドアニメーション、早期購入キャンペーン、死亡加工、ホットスタンプ、最強なりきりセット、大気音源とのセリフ、アニメーションの作り方、天の声で、これをこのブログで順次公開していくと。早速、連動遊びは、隕石を削り出すようなボディに走る赤と青のラインが目を引きますね。で、赤い側にブレザーストーンをセットするためのスロットがで、やっぱここ3列ですね。妖怪ウォッチ、デラックス妖怪ウォッチとか、時空ドライバーとか、デザイアドライバーとか、バンダイおなじみの技術が使われてると。クリスタル部分がほんと綺麗なんだよな。逆に青い方にはさまざまな操作に使うボタンが備わってると。ボタン配置としてはすごいシンプルだよね。裏に電源があって、スロットがあって、メダルのロック解除と決定ボタン的な。そして変身に使うブレザーストーン、文字通り鉱石のような質感をした外形にクリアカバーがかぶさった神秘的な衣装です。ここがクリアカバーなんですよね。この左右非対称どころじゃない造形がすっごい。内部にはウルトラマンの横顔をレリーフ化した造形が施されており、その上に発光されたホロ柄が美しくきらめきます。この辺は戦隊ギアとかの技術がもう一個進んだ状態で採用されてるね。あとはこの辺が死亡加工なんだな。各アイテムの詳細はおいおいお伝えするとして、早速ストーンをブレスにセットしてみましょう。ブレスを左腕に巻き、てかそう、コメント欄でブレスアイテムってめっちゃ久々じゃないですかっていう風に、単純なブレスレットで変身って考えるとかなり久しぶりだけど、一応タイガがね、腕に装着するタイガスパークありましたからね。なので装着系としてはタイガ以来。スロットにブレザーストーンを装填、そうするとガチャッと一発変形で突如黒い盤面が現れます。その違和感に何かが起きる予兆を感じた瞬間、光ったからの、この辺のねアニメーションがやっぱね
ドライブドライバーからもうすぐもう10年とかかな、10年ぐらい経ってるんで、回転して絵柄が浮き上がるじゃなくってアニメーションするんですよ。それがねやばい。これまでだったらさ、スピードって言ってあくまで文字とか絵が浮き上がるだったじゃん。それがね2歩も3歩も進んでる。なんならプリキュアのスカイミラージュとはねまた切り口が違う。本当にビジョンドライバーっぽいんだよな。そう、これがデラックスブレーザーブレスの最大の魅力となるバーサライダーギミックで、7つのフルカラー LED がモーターによって回転し、回転軌道の残光によって単なる点灯点滅にとどまらない光のアニメーションを表現できるというのがバースライターの特徴で、歴代ウルトラマンガングでも他に類を見ない超ハイスペックな電子ギミックです。この辺は技術がいろいろ作り手側のイマジネーションに追いついたのかなっていうテクノロジーを感じたな。待機シークエンスがループしてる間に右側のボタンを押すと変身音が発動を、ウルトラマンブレザーみたいなセリフ一切なりませんから変身音が鳴って終わりっていう結構硬派なやつ。総合な変身メロディーにこうして光の演出が次々と入れ替わり、鮮やかなアニメーションが中央のビジョンに展開します。なので青い光が回ったりとか、赤青赤青だったりとか、まあでもどっちかっていうとこう遺伝子配列的なものをイメージしてる感じですよね。で急にグリーンが入ったりとか、光の方に進んでいくような演出とか、秘密に Z ストーン、一見なんで Z が入ってるのと思われるかもしれませんが、商品に同梱をした最もシンプルな理由は Z ストーンがあればブレザーブレスの楽しさと奥行きが一発で理解できるからです。でやっぱ本編の登場はなさそうだな、なんとなくブレザーと同じシークエンスが始まるかと思いきや、待機メロディーが Z ライザーのものに変化し、さらにご唱和ください我のウルトラマン Z でハルキと Z さんのボイスが鳴ると。これしかもオリジナルの音声が鳴ってましたから、でレッテッテッテレレレレの高まる気持ちをそのままに変身ボタンを押すと、ウルトラマン Z の演出がね、この辺の発光演出が、まあ、本編のエフェクトっぽい感じで展開されて、オリジナルだからブルー系ね、で最後に Z なんだよね。まあレジェンドレンドアイテムっていうと、すでに発売してるデラックスディメンションナイザーね、まあこれは一応サウンド図鑑っていうカテゴリーではありますが、これがね超有能なんで、こっちとどう差別化するっていう中で発光演出面で相当力を入れて差別化してますよってことなんだね。Z ストーンに取り替えるだけで待機音、変身セリフ、変身音、光のアニメーション、この4つが全てガラッと丸切り替わって Z 専用の演出になります。さらにまだご紹介しきれてない音声もあるとかないとか、変身後にもう一回押せば光線技もなるってことかな。この遊びの幅の広さを知っていただきたく、すでにキャラクターイメージ音声が認知されている Z のストーンを同梱させていただいた次第です。でやっぱ劇中で使われますとかそんな感じじゃないっぽいな。ブレザーブレスの秘密さん、うん、ウルトラマンゼロを筆頭に銀河からデッカーまでのニュージェネウルトラマンを中心とした合計20名のキャストボイスがデラックスブレザーブレスには内蔵されています。さながらプレ版限定の商品のような仕様ですが、今回は一般店頭発売のアイテムでそれをやります。これらの音声は今後発売するブレザーストーンシリーズとの連動で引き出すことが可能。例えばセット0に含まれているゼロストーンをセットした時にゼロの声で俺に限界はねえというセリフが鳴り、今後発売予定のタイガーストーンをセットした時にはバディーゴー、あいいね、光の勇者タイガーバディーゴーのセリフが鳴るといった格好です。でも20名のさキャストボイスってすごくない？ゼロストーンセットで俺に限界はねえでウルトラゼロ Y が弾ける演出からのワイドゼロショット、あやっぱ鳴るんだ。変身アニメーションの後に必殺語ボタンでセリフは必殺音が鳴る、これはバンマリの動画でも流れてましたね。あとは普通に説明もありました。ただ最新作の主役のセリフが放送開始日と同時発売のデラックスガングに入ってるというのは最近だと珍しいと思います。単体で引き出せる音声は7種類ですが、今後展開予定のストーンを使えばさらなるセリフバリエーションが引き出すことが可能だって。その他ストーンの読み取りエラーとかガイダンス音声も全てゲントボイスで、システムボイスも主人公本人が担当するんだ。これレアだね。で今回はここまでだね。さてここまでの内容で皆様に伝わっていると嬉しいのですが、今回のデラックスブレザーブレスはめちゃくちゃ遊べる変身アイテムを本気で目指しました。私自身1ユーザーとしてガングを買っていた頃は新番組のアイテムに手を出すべきか悩んだり、レビューを
待って様子を見たりしていたタイプです。でもだからこそ今回は断言できます。デラックスブレザーブレスは放送開始と同時にゲットして、友達や SNS でわちゃわちゃ盛り上がりながら第1話から最終話まで年間通して遊び尽くすのが絶対一番楽しみます。まあでも最近のやつはね、ほんとそう、今の王者カリバーとかもマジで一刻も早く見てる人はね、みんな買った方がいいと思う。拡張性はないけど1年遊べるっていうアドバンテージはやっぱ強いですよ。あと最近ウルトラマンは12月終わりじゃなくて1月終わりでそのまま映画まであるので、7、8、9、10、11、12、1、2、3ぐらい、まあほぼ1年ですよね、遊べるアイテムになってますので。最近後々値下がりしてもめっちゃビビたるものだったりするので、だったらその数ヶ月放送を見ながら遊んだ方がいいよねみたいな。昨今の様々なものづくりの原価が高騰するただ中で、超絶ハイスペックな仕様のため少々お値段は張りますが、歴代ウルトラマンシリーズが少しでも好きな方、新作ウルトラマンブレザーの特徴やビジュアルを見て引っかかるものがあった方には必ず満足していただけるものになっていると自負しております。商品の発売までこのブログやツイッターを通して仕様はがっつりお伝えしてまいります。ぜひ注目していただき、商品を手に取っていただけると嬉しいです。ということで今回はここまでと、次回はアースガロンについてって感じで、相当気合いの入ってるものになってますよと書いてありますので、早く発売してくれ、言うてまだ2ヶ月以上先だからね。ではこのリンクを貼っておきます。以上、レオンチャンネルでした。